セントラは日産自動車が北米を中心に販売している小型乗用車である。東南アジアでもブルーバードシルフィベースのモデルがセントラの名称で販売されているが、香港では北米版について記述する。5代目の B15 型までは同社のサニーの北米向けモデルであったが、日本市場での B15 型サニー生産終了と、その後継モデルである。 T ダおよび T ダラティオの北米向けがバーサとなることより6代目以降は独立したモデルとなった。駆動方式が FF となった B11 型サニーの北米版として1982年モデルからセントラが登場。ダットサン210の後継であった。また、このモデルはアメリカ市場で日産ブランドで販売される最初の車であった。 外観上大きく異なるのは前後の大型バンパー、リアサイドマーカー、フロントマスクなど。特にヘッドランプは B11 サニーのスラント異形形状から AD 版風の固定格型形状に変更されている。エンジンは時期41.5リットル E15 及び E15S、時期41.6リットル E16 及び E16S が搭載され、1983年からは CD17 ディーゼルエンジンも搭載された。トランスミッションは3足オートマチック、4足マニュアル、及び5足マニュアルが組み合わせられる。4度アセダンモデルのほか、ハッチバック、ステーションワゴン、クーペがラインアップされ、クーペもノッチバックとハッチバックがラインアップされた。1982年2月、米環境保護庁より、セントラの 1500cc5 足、 MT 仕様が43マイル、ガロンでガソリン車ナンバーワンの燃費効率と発表される。1983年、時期41.7リットル c d 17型ディーゼルエンジンを採用。1985年3月、米国日産自動車製造スマーナ工場にて、セントラにドアクーペの生産を開始。1986年発売。角張ったデザインが特徴である。 B12 型セントラは、同 B12 型サニーには存在しない2ドアクーペが設定されていた。ラインアップは、先代同様に4ドアセダンのほか、2ドアクーペ、3ドアクーペ、ステーションワゴン、3ドアハッチバックが用意された。また、太陽国では、1990年まで B11 型の現地継続生産を続けた都合から、この形式でもセントラとした。 エンジンは E16 型エンジンを搭載し、当初は E16E 型、後に E16I 型エンジンが搭載された。さらに、1989年からはが16型エンジンが搭載された。トランスミッションは、仙台同様、3足オートマチック、4足マニュアル及び5足マニュアルが用意された。また、一部地域では、 ディーゼルエンジンもラインアップされていた。また、クーペには、デュアルスタビライザーや、タコメーターが装備され、さらに、フロントグリルの形状も変更されていた。大きく伸ばされた前後バンパーが、外観上の特徴で、日本でもサニー RZ-1 として販売された、モデルである。1988年、E16S 型エンジンに代わり、E16I 型エンジンを搭載。同年、 ワゴンモデルにセレクタブル 4WD システムを採用した4輪駆動車を設定。1989年まで販売された。また、4WD ワゴンは、全高が 1379mm から 1394mm に増加している。1989年、時期4 1 6リットル1 2バルブサイチェシーが16、アイワタエンジンを新たに搭載し、 他のエンジンラインアップを廃止。同年、フロントグリルの日産ロゴが右側から中央に移動された。1991年、アメリカでの生産終了。ハッチバックおよびワゴンモデルはこの台で廃止された。1993年、生産を継続していたカナダでの生産を終了。なお、カナダでは B13 型セントラ発売以降、 このモデルをセントラクラシックとして販売していた。1991年に発売。B12 型に対し、丸みを持たせた B13 型セントラは、仙台同様サニーにはない二ドアクーペが設定されていた。また、時期42リットル SR20 デ型エンジンを搭載した、スポーツグレードのセントラ SER がラインアップされた初のモデルでも、ある。トランスミッションは、 三足オートマチック、四足マニュアル、五足マニュアルに加え、新たに四足オートマチックが用意された。また、標準車には、時期41.4リットルが14デガタエンジン及び、時期41.6リットルが16デガタエンジンが搭載された。セントラが B14 型、B15 型に移行した2017年まで、B13 型は、メキシコ日産自動車会社にて紹介料を受けて、 つるとして生産が続けられていた。1991年にはスポーティーモデルの SER が追加された。1993年マイナーチェンジ。全幅をセダンが 1669mm から 1674mm に、クーペが 1666mm から 1669mm に延長。1995年発売。 スラントノーズ、ハイデッキ、ロングホイールベース等を採用し、従来のイメージから大きく変わった B14 型セントラは、4ドアセダンのみのラインナップとなり、サニーの2ドアノッチバッククーペ版であった、ルキノクーペは 200SX として主に北米向けに投入された。また、SER についても 200SX のグレードとなった。エンジンはいずれも直列4気筒で、 115馬力の1.6リットル DOHC が16、デガタと140馬力の2リットル SR20、デガタの2種類が用意され、搭載された。また、トランスミッションは4足オートマチックと5足マニュアルが、組み合わせられた。駆動方式は FF のみ。200SX もこれに準ずる。日本のサニーが、マイナーチェンジでリア周りのボディデザインを大幅に、 変更したのに対し、セントラは変更されなかった。1997年、マイナーチェンジ。フロントグリルなどが変更される。また、これにより、全長が 4321mm から 4343mm 延長された。1999年の最終型は、スマーナ工場から移管され、メキシコ日産自動車会社制となり、 200SX と同様に大掛かりなフェイスリフトが行われたが、リア周りのデザインはそのままで、結局、B15 型にバトンタッチするまで一度も変更されることはなかった。B15 型セントラは、B15 型サニーをベースに、前後のデザインを大幅に変更して登場した。その差はパッと見で同じ車に見えないほど、この方から、 日本仕様であるサニーとの住み分けが図られたと言って良い。また、プラットフォームは、サニーと同じ MS プラットフォームを用いた。ボディバリエーションは、仙台同様4ドアセダンのみで、駆動方式は FF のみが用意された。エンジンはいずれも直列4気筒 d o h c で、デビュー当初は 2.0L の SR20 デ型及び 1.8L の QG18 での2機種だった。 あとに 2.5L の QR25D 型が追加設定された。この 2.5L エンジンを搭載したスポーツグレード SER r R34 スカイライン GTR 風のエンブレムを装着し、ブラックアートヘッドライト、専用スポーツシート、ブレンボ製、フロントブレーキキャリパーを装備したホットモデルだった。また SER スペック V には6足。 マニュアルトランスミッションが装備された。この SER は当時のスポーツコンパクトで中心的な存在ではなかったものの NB-17 型系のニスモバージョンと比較しても十分な商品性を有していたとする評価もある。生産拠点はメキシコニス産自動車会社。2000年11月9時1 8ガ型を搭載するセントラシー映画。 カリフォルニアやリソーシズボードの制定する排出ガス基準値とベーパー排出規制値をクリアし、またガソリン車として世界初の車載故障診断システムレベル2要件に合致している車として認定された。2001年2月、セントラ CA 発売。2002年、セントラ s e r に q r 2 5でエンジンを搭載開始。同年、スペック V を追加。 2003年、小変更。CI を現行のものに変更。同年、標準車の一部グレードにも2.5、L エンジン搭載車を追加。2004年、マイナーチェンジ。フェイスリフトを行い、SER にスモークアートブレーキライトを装備。同年、スカスピードワールドチャレンジツーリングカーシリーズに、セントラ SER が参戦。2005年、 1.8L の特別使用車、スペシャルエディションを発売。シートやフロントグリルが SE、R スペック V と共通であった。2006年1月、北米国際自動車ーにて6代目セントラ4、ドアセダン2007年モデルを発表。セントラはこれまで北米の日産におけるエントリークラスの車であったが、バーサが従来のセントラにあたるポジションに導入されたため、 セントラはエントリークラスではなくなった。このためサイズは3代目プリメーラを超える大きさにまで拡大した。搭載するエンジンは直列4気筒 DOHC2 リットルの MR20 デガタ。プラットフォームは C プラットフォームを使用。外観は2005年北米国際自動車ーに出展したアズイールのモチーフが取り入れられている。2006年10月。 2007年モデルとして北米で販売開始。2006年12月、ロサンゼルスモーターショーでスポーツモデルのセントライス ER を発表。搭載するエンジンは直列4気筒 DOHC2.5 リットルの QR25 デ型。SER スペシフは車重1 3 9 4ラムから軽量化がなされ1 3 8 3ラムとなった。 また、エクステリアについては専用フロントグリルバンパーを装備し、ヘッドライトおよびテールライトにブラックアート処理がなされ、リアスポイラーも装備された。2007年3月、北米で、セントライス ER 発売。2008年10月、2009年モデルを発売。トランクリットのデザインなどが変更された。2009年4月17日、シングレード。 FE プラス2.0 SR を発売。次回42リットルエンジンを搭載しながら、エクステリアについては、SERSE-R SE スペシフと同じデザインとなった。2009年8月5日、2010年モデルを発売。リアエンブレムの位置、フロントグリルの衣装などが変更された。2012年8月31日発表。 同年4月に北京モーターショーで発表された3代目シルフィの北米版となる。外寸は仙台から全長とホイールベースが拡大され、逆に全幅と全高が短縮されている。オーバーハングはフロントが短縮され、リアが拡大。CD 値は仙台の0.34から0.29と改善されている。そして仙台と比較して150ポンドの軽量化がなされている。 プラットフォームは C プラットフォームから初代バーサで使用していた B プラットフォームの改良版へ変更され、エンジン排気量も落とされた。2013年型セントラは S、FES、SV、FESV、SR、SL の6グレードが設定される。エンジンは新開発の1.8リットルで最高出力 130hp。HP 最大トルク128ポンドフィートを発揮する。トランスミッションは全グレードにエクストロニック CVT が設定され、S のみ6速 MT が選択できる。燃費は高速走行時で 40MPG、または 39MPG、市街地走行との組み合わせでも 34MPG を記録している。2015年12月には改良が施され、全部は 最新の日産のデザインアイコンである V モーションを取り入れたものへと大幅に変更された。安全装備も積極的に取り入れられ LED ヘッドランプも新たに採用されている。遅れてターボ仕様をベースにニスももう設定された。台湾市場においては2013年10月にスーパーセントラの社名で登場した。細部を除いて基本的にはセントラと同じであるが 六、四分割可当式、リアシートや MT 車が設定されないなどの違いがある。なお、同市場ではかつて G10 型ダブルーバードシルフィがセントラの名で販売された経緯から、事実上のリバイバルネームとなる。2019年4月に上海モーターショーで新型シルフィとして、ワールドプレミア後、ロサンゼルスモーターショーで新型セントラとして発表された。の経緯から、 八代目は七代目に引き続き、シルフィの北米、メキシコ版となり、北米仕様は北米日産のキャントン工場、メキシコ向けはメキシコ日産のアグアスカリエンテス工場にて製造される。外寸は仙台から全長と全幅、ホイールベースが大幅に拡大され、全高が短縮されている。プラットフォームは B プラットフォームから CMFCD に刷新され、 エンジンは MR18 でから MR20 でに差し替えられたことで先々台と同等の2.0リットルに戻った。ただし北米仕様の場合は全車エクストロニック CVT のみの設定となり6速、MT は選択不可となった。一部グレードはリアサスペンションにマルチリンク式が新たに採用されている。2020年からは 台湾市場でも発売を開始。こちらは中国仕様と同じ HR16 でを搭載し、広高儀社で製造している。ありがとうございます。